合唱聖歌コンチェルトは、聖教会における聖歌、合唱曲のジャンル、教会コンチェルト等とも呼ばれるが、聖王、聖法教会におけるものと区別するため、また参考文献にのっとり、本記事では合唱聖歌コンチェルトの呼称をとった。他にも合唱コンチェルト、多聖コンチェルト、あるいは単にコンチェルトと呼ばれることもある。特にロシア聖教会。 ウクライナ聖教会等で歌われることが多い。音楽面では無伴奏性楽でありつつ、複数のソロとテュッティの組み合わせから曲が構成されているところに特徴がある。聖教会聖歌は伝統的に無伴奏性楽であって、気楽を用いないことが原則であるが、合唱聖歌コンチェルトも例外ではない。聖教会での位置づけとしては、歌詞は 方針例を構成する紀頭文のテキストから取られたものではなく、方針例に直結する成果ではないが、説教に変わるものなどとして、生体礼儀における新品の量政治などに用いられることがある。歌詞は多くが生涯から取られたものであるが、そうでないものもある。ボルトニャンスキー17世紀18世紀からすでに無伴奏声楽でありながら、コンチェルトの形式を取る合唱成果コンチェルトは、 マクシム・ベレゾフスキーやニコライ・ディレツキーといった作曲家によって作曲されていた。しかしながらこのジャンルの確立に大きく寄与したのはドミトリー・ボルトニャンスキーである。ボルトニャンスキーは35曲の合唱聖歌コンチェルトと2つの聖歌隊が歌い交わす形式の合唱聖歌コンチェルトを10曲作曲している。アレクサンドル・アルハンゲルスキーやセルゲイ・ラフマニノフといった。 ボルトニャンスキー以降の作曲家たちも合唱聖歌コンチェルトを作曲した。合唱聖歌コンチェルトの歌詞の多くは、精鋭から抜粋されたものであるが、聖体礼儀、家などの方針礼における祈祷文と直結するものではない。そのため、合唱聖歌コンチェルトは、登場から19世紀末までの間は、方針礼には一切用いられず、歌われる場は、 外国の品格を歓迎する際や演奏会などに限定されていた。しかし20世紀初頭より生体礼儀において説教の代わりなどに歌われるようになり、合唱性コンチェルトは限定的な形ではあるが方針例に組み込まれて今日に至っている。ただしその難易度等の事情から方針例において必ず歌われるというわけではなく、 方針例で歌われるのは大規模かつ難易度の高い、聖果を歌うことのできる英体を備える教会、場面に限定されている。他方、演奏会や録音には頻繁に取り上げられている。日本にもボルトニャンスキーの合唱聖歌コンチェルトを毎年取り上げるアマチュア合唱団がある。合唱聖歌コンチェルトの伝統を形成しているのは、主にロシアベラルーシュウクライナといった東スラブ地域の 聖教会とその流れを組む諸地域の聖教会であり、これらと違う伝統を形成している諸聖教会では合唱性コンシェルトはほとんど用いられない。ありがとうございます。